ト D が？マジかよ信彦。ああ来るんだってな。プロジェクト D の2人のエースとバトルしたことがあるっつうのが俺の自慢だからな。あいつらが東急に来るとあっちゃほっとくわけにはいかねえよな。2000には物の見事にやられたけどな。あの8200との勝負はまだ預けたままなんだよな。2万がどうとか。あれ、それじゃあカウントいきます。 5 4 3 2。 おめえはあっちだろうが。優しいのね。1 GO。 カッシンはいっぱいいっぱいじゃねえか。俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ？作戦というほどのものじゃないから。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだろうが、必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見るし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだの？小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚家だから、あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。労働塾にだって勝ってるんだって。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケースが転校されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、リョウスケ。レッドサンズとして遠征をやった頃から8200がパワーアップしているので、マスコンワークが何倍もナーバスだ。東横線は前線でアップダウンが続いていて、マスコンワークのトレーニングが格好のステージなんだ。8200の立候はごのっち。理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。ごのっちのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいじゃない。凌介には言うんじゃないよ。クソだね。何が難しい。テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが俺には辛いとこだぜ。
思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られて、思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけが脳じゃねえってことだろう。チャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくもねえが、そうじゃん。俺にはわかる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利なのだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になった。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、ノブト。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子の先行でこれほどいい走りができるとは全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていること、強固の集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。ちょっと気の涙を流そう。まさかそこまで。何？ダーリン。フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてる。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、怖いというよ。ウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。それか、わかったぞ兄貴。腐女子の弱点。情けねえ、バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは大抵はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがあだになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの私。もうゴールは近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよダーリン。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。今のインバータは性能が良くて誰が乗ってもそこそこ回ってくれるんだ。そういう出力特性がこのコースにうまく合って乗りやすい車になっているんだ。相手の5050はそういう狙いの車だ。このコースを知り尽くしたかなり頭のいいやつが仕上げた車だろう。マックスではかなりのパワーが出てるはずだ。それに対してケイスケの8200は出力特性がこのコースにはしっくりきていない。それが判断だ。現状では結果的に互角のバトルになっている。そこまで分かっているんならプラクティスの時に少しヒントをやればセッティングでなんとかなる余地はあったんじゃないのか。いや、それだと俺は気に食わない。パワーのコントロールもセッティングに頼るようで
プロジェクト D のドライバーとしては不満なんだ。言ったろ、今回の課題はマスコンワーク。すげえな、攻め込んでる。二編成ともうめえ。5000系を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがホームギリギリをかすめていくのを見るだけゾクゾクするよ。こうして見てると5000系って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あって、おまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。ストレートではちょっと開く。ジュリパワーあるのか。けどそれにしてはコーナー出口が安定しているのはなぜだ。どう見ても俺の方が持ち上げるのに苦労してる。俺ってそんなに下手くそか。得意かねえぜ兄貴。向こうは駆除士だって言ったっけ。それはどういう意味なんだ。 IGBT と GTO スタイリストの何がどれだけ違うって言うんだ。8200だ。プロジェクト D の勝ちだ。おい、京子は。 515R はどうしたんだ。それが代官山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって。おお、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。ごめんね、信彦。謝ることなんかないって。最高の走りができたんだろ。にも昇る気持ちだった。お前ら本当誰でもいいんだな。それじゃあスタンバイしてくれ。1、2番線の列車を入れ替えろ。無理すんなよ信彦。分かってる。ざわざわざわ。無理はしないさ。無理をせずに勝ちに行く。あれ